わしお、検定の結果出たぞ。英検受かってる。頑張ったかいあった。お父さんお母さん喜んでくれるかな。え、あ、私の。あ、危な。これ、わしおさんのだよね。あ、同じクラスの。か、紙？あ、紙だね。大事にね。あ、そうではなく。くがみ、部活行こう。なのか帰ろう。か、紙にお礼を言いそびれるとか、ある？何の話？わしおなのか、高一。唯一の特技は勉強。苦手なこと、コミュニケーション、会話のコツ、お礼はその場で明るくハキハキと。明日の英語の小テストの練習問題わかる人いる？わからん。あ、久我美くんが困っている。これは恩返しのチャンス。では、いやでも普段全然喋らないクラスメイトからメッセージ来たら不審に思われるの。それに個別チャット一度もしたことないし。っていうかマジで誰もわからないのか。諦めるか。わあ、えい。お疲れ様です。テスト範囲の問題の解説できます。送ってしまった。わしおさん、ありがとう。急だけど、よろしくね。ん？え、くら、ごめん、教えられるって来たから。部活のやつとか、いつもそうだから。その、テキストとか写真で送るつもりで。男の子とビデオ通話って、どこ見たらいいのか、眩しい。嫌な人もいるよな、そりゃ。わしおさんの部屋とか映っちゃうし。ごめん、無理にとは言わないから。いい人すぎません。何が？もしもししてる場合ではない。私は大丈夫なので。本当？めちゃくちゃわかりやすかった。ありがとう、わしおさん。なんとかなった。部活の顧問が成績に厳しくてさ、英語苦手だから助かったよ。そうだったんですね。あ、お礼言うのは私の方で。プリント取っていただいて本当にありがとうございました。というわけで今日はお疲れ様ですし。わしおさんって静かな人かと思ったけど、意外といっぱい喋るんだね。あ、お騒がせしてすみません。多分だけど素直に話してくれてるじゃん。そういうの結構嬉しいなって。そんな風に言ってくれ。あ、切る構えしてたから嬉しかったのに。失礼なことを。私のバカ。隣の人と問題用紙交換して丸付けするぞ。なのか、すごっ、95点じゃん。何を拝んでるの？くがみくんが良い点取れてますようにね。くがみ点数良くね。だろ、一緒に赤点取ろうって言ったじゃん。はあ、よっかった、役目を果たせた。頑張ったので褒めてください。ん？これはさすがに誤送信。ね。完全にこっち見てる。褒め、褒め。本日はお日柄もよく、小テストの点数も。授業始めるぞ。やっ。お。よしよし、的な。伝わって。ハハ
動画も